外側。まさき三振です。ね、ローテーションピッチャーとね、対戦できるってもね、はい、大事かなと思いますよね。これは素晴らしいまっすぐでした。これも強い球。三者連続三振。この2回は素晴らしい球でした。2回はホークス0点です。そういうのをね、どんどんなくしてほしいところですよね。はい、これで前の回から4者連続三振です。この3連戦に生き残りをかけるか。高め、ただ球に力があります。これで5者連続奪三振。それでも今井はこの背中、納得いかないんですよね。こういう球を見逃せるって言ってたんですが、三振です。追い込まれました。この球にもバットが出ました。三振です。マサキの上ともに2打席連続三振。落としてきました。シュートは三振です。これで8つ目の奪三振になりました。先発の今井です。チャンスがあったんですが、5回のホークス得点がありませんでした。前半の5回終わって2対1、ライオンズが1点をリードしています。さあ